ましたら、ぜひ教えてください。つまり地方と人間の生活、どうして京都の方はエジプトの人の性格に似てるのかなと、ちょっとね、ぜひ教えてください。以上です。どうも。はい、ありがとうございました。次は今の先生、今日言いました先生。今日帰ってくるんで。じゃあそれもいいですよね。じゃあ次、シャイマン先生もいらっしゃらないし、ノラさんもいらっしゃらないですね。はい、じゃあ、マリナさん、次お願いします。はい、マリナ・バハと申します。去年のインシャンス大学言語学部、日本語学科を卒業して、今 ITTI という言語学校で、また芸術アカデミーで日本語を教えています。どうぞよろしくお願いします。社会人になってから学生時代の方が楽だったと思っています。が最近気づいたのは気づいたことがあります。それは仕事は自分のためだけじゃなくて他の人たちが関わっているのでその人のことを思うとなんとか頑張れる気がしますけど勉強はしなくても困るのは自分だけだし他の人に迷惑とかかからないしですから逆にやる気が簡単に出ないということです。学生の時は大切なのは、どうやって理解して覚えるということなんですが今覚えるってことだけじゃなくてどうやって伝えて理解させるってことの方が大事だと思っています。先生の分かりましたかという質問と学生のはい分かりましたという答えはなんか普通だと思われますが学生が分からないことを分かるようにするのはすごいなと思っています。なんかはい分かりましたと言われると私はなんかねミッション達成って感じがしますけど正直に話すとそのはい分かりましたを聞くために力のある限り精一杯頑張りたいと思います。そう考えるとやる気の源って自分自身じゃなくて周りのどこかにあるかなと思ってきました。これで終わります。よろしくお願いします。ありがとうございました。では次は、安藤先生、よろしくお願いします。こんにちは、安藤康子です。私のタイトルは、楽しく学ぼう、なるほどね、というのがタイトルで、ポスター発表で、はい、させていただきます。それで、村上先生の方から何かポスター発表お願いしますと言われてからですね、何しようかなっていうことで、ちょうど5月にジャパンファンデーションの丸ごと、ジャパンJF スタンダードという研修がありましたんで、そちらの方の報告を兼ねて、丸ごとの教科書の発表をしたいと思います。それで、先週からですね、今回のセミナーは ITということでコンピューターでポスター発表で村上先生に紙は何枚使って模造紙はと言ったらですねプロジェクター使ってもいいですよと言われまして
で私はあんまりプロジェクターとかコンピューターとか使っていないんですけれども、今ちょっと自分で挑戦していることはできるだけ、コンピューターが使える教師になりたいと。で、茂谷先生がですね、非常によくコンピューターに詳しくて、時々私もあのひらがなのカードとかですね、そういうものをコンピューターで教えるということで使っています。で、先週から考えてたんですけども、コンピューターに打ったどうもチェスゲームをやったりですね、ゲームの方に走ってしまってなかなか、出来上がらなくて、夕べですねパワーポイントを始めました。それで夕べ始めたらですね、なんだこれ面白いじゃないって、色付けをしたりですね、なんか中身の方よりもこう外資系っていうんですか、そっちの方に走ってしまって、朝6時までやってしまってですね、で最後にあの村上先生の方から、これもパリスエさんの、セッションに参加する人はこれもダウンロードしてくださいということで、絵とかそんなのがあったんで、それも見て最後になんか面白くポンってなって、終わり、受付にニャオンとかですね、食ってしまいました。あの時間がありましたらどうぞポスター発表の方にいらしてください。あ、私忘れました、ジャパンファンデーションの日本の講座で欲しい。はい、それでは最後になりますが、名倉先生、よろしくお願いします。はい、皆さん、こんにちは。私は、カイロ大学文学部日本語学科の卒業生の、で名倉と申します。現在芸術アカデミーの講師を務めてしております。私は日本の大学でしばらく留学してきまして、それからカイロ大学の日本語学科の博士号を取得いたしております。今回芸術アカデミーでの、日本語初級講座、についてお話しさせていただきたいと思っております。芸術アカデミーというのは、芸術専門の大学で、学生が芸術の能力のある学生で、あそこで日本語初級講座を開催しようと考えました。国際交流基金の、谷口先生の協力で、前回の話していただきました茂谷先生とマリナ・バハさんのと一緒にこの講座を開催いたしております。4月から5月3ヶ月間で週に2日間、6時間で開いて、この講座の構成の時に私たち3人で考えましたが、できれば芸術アカデミーの学生にふさわしい講座を開こうと考えました。したがって、コミュニケーションアプローチに基づく日本語の講座を開こうとしました。で、この点も一つで、その2番目は、日本語の魅力性、難しい点を隠して、日本語には魅力的なことがたくさんありますよ。ということをできれば学習者に見せようと思いました。3つ目は、私たち、養成講座で、勉強したことを生かそう、このコースで生かそうと考えました。いろいろ困難がありましたが、今回の講座、実験的な講座、最初の講座として芸術アカデミーで開いたものとして、最初の講座としてとても実施するだけで良かったと考えております。講座がまだ続いておりまして、3月30日まで
続いています。学生の人数もとても少ないことで、もう困ってるんですけれども、もうできれば今回の講座で学んだことを生かしてまた続きたいと引き続いて、今年度から5月から、もう学期第1学期と第2学期1回ずつ続いて開こうと思いました。今度の講座についても学生のニーズを聞きながら、どのような日本語を学んで、どのように将来、どのように生かそうと考えているのか、これを第一にして、この学生のニーズ、学習者のニーズに合わせて今度の講座を計画しようと思っております。ですからもう引き続いて国際交流基金の田口先生と皆様のご協力をしていただきたいと思います。どうぞよろしくお願いします。はい、山本さん、どうもありがとうございました。ですね、時間がちょっとまだあるんですが、今回、欠席の方がいらっしゃるので、これで全員のライトニングトークがおしまいだと思いますけど、まだ話してないっていう人いませんよね。はい、いらっしゃらないようです。でこのあと12時15分から、昼食の時間になります。でそれまで10分ございますので、ですね、トイレに行くなり、休み時間とさせていただければと思います。でその後こちら の左右にテーブルがございますので、こちらの方に、移動になっていただきまして、お昼を取っていただくことになりますが、席順とかは特に決まっておりません。でなるべくですね、できれば初めて会った人となるべく多く一緒に座っていただければと思いますので、特にその介護の人はちょっと難しいかもしれませんが、なるべくそうやってネットワークを広げてくださるようにお願いしたいと思います。介護の人でもまだ話したことがない人とか、そういう人と中心にお昼ご飯を一緒に召し上がっていただければと思います。それでは12時15分から昼食なので、それまでご自由に、休憩とさせていただきます。よろしくお願いします。すいません、それとちょっと時間なんですが、ハンディキャンポスター発表で紙を使って発表する方はちょっと早めに出ますので、1時20分ポスター発表で、紙を使って発表する人は1時20分にこちらから出発したいと思います。で、それ以外の方は、1時35分に出発してください。で、1時45分からポスター発表最初の会見になります。こちらも今前に出てくれるので、ありがとうございます。Thank you.
Yeah.